時計、メガネ、アクセサリリー、リコーコでございます。今回は、パールネックレスの、あの、修理などでですね、あの、玉が余る場合がございます。その余った玉の、あの、利用法ですね。それについて、あの、ご説明したいと思います。ま、今回ですね、このような、あの、特にあの、ワイヤーに取り替えた場合ですね、あの、ネックレスを。そういう場合、ちょっとあの、2個ぐらい余る場合ありますね。 という時、こういうピアスにこう加工することが、あの、可能でございます。ただ、ピアスにする場合ね、あの、た、まあ、ピアスのんこういう直接、直結タイプと、こういう下がるタイプですね。二通りがあるんですけど、特に直結にした場合ですね。ちょっと OK ですね。正面に穴がちょっと見えるんですよね。それを、このような、あの、ま、あダイヤとかですね。 あの、これ埋め込んで、ダイヤとかキュービックジルコにどちらでもですね。埋め込むこと可能ですね。そうすると、あの、まあ、正面の穴がちょっと気になりませんので、そういう加工方法もございます。それともう一つはこれ下がるタイプですね。まあ、下がるタイプですと、こう、あの正面から見えませんので、まあ、こういうね、あの、どちらでも対応することができますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。